サージョン・リチャードソンサージョン・リチャードソンは、スコットランドの博物学者、海軍軍医、北極探検家である。北部アメリカの探検旅行が有名なほか、小動物のリチャードソン・ジリスの発見者としても知られる。スコットランド南西部のダンフリーズに生まれた。エディンバラ大学で医学を学び、海軍の軍医となった。ジョン・フランクリンの1819年から1822年にかけて、 カナダ北西巡州のコッパーマイン側の探検に参加した一人で探検後地理学、植物学、魚類学分野の公式報告書を書いた。1825年から1827年に再びカナダを訪れ北極海横断探検を行った。この探検の成果はウィリアム・ジャクソン・フッカーの北部アメリカの植物史とリチャード・ソンラの 北部アメリカの動植物史として発表された。1842年にイギリス科学振興協会において、1841年10月の軍艦ロイヤル・ジョージのサルベージ作業中に発生した潜水病と潜水誌の治療について報告している。1846年にナイト尺を授けられ、1850年にバスクンショーコンパニオンを受訓。 1845年に出発し、カナダ局北で連絡を絶ったフランクリンの探検隊を1848年からジョン・レイと共に捜索するが発見することはできなかった。この経緯は1851年にアークティックサーチングエクスペディションとして発表された。蒸気以外にも何度か北極公会に参加し、特に魚類学や北極公会の多くの博物学の著書がある。 1825年に王立協会の会員に選ばれ、1856年に王立協会からロイヤルメダルを受賞した。リチャードソンはリチャードの息子を意味する。リチャードソンは植物の学名で命名者を示す場合に、ジョン・リチャードソンを示すのに使われる。ありがとうございます。